キット、はい、こちらをね、ちょっと見ていきたいなと思いますね。はい、まあいろいろありますね。はい、こちらね、1分の1、等身大のベジータですね。めちゃくちゃでけえ。これはでけえ。いや、こんなん絶対送ってこれねえだろう。一回ね、等身大のね、ワンピースのゾロ、そちらを注文したときね、サイズが大きすぎて送れませんって言われちゃって。それでね、ちょっと断念しましたけれども、これはどうやって運んでくんだろうな。なんか特殊な船便つってたような気がするんだよな。はい、続いてはね、魔人ブー編の時のね、操られた魔人ベジータと、スーパーサイヤ人2の悟空、こちらのバトルシーンを、表現したガレージキット、うん、見た目はかっこよさそうだけどね、結構エフェクトがねバチバチってる感じで、やっぱね、いろいろとこう細かいとこまでね作られてるような。はい、はい、続いてはこちらですね。バーダック、たった一人のなんだっけそちらのね、最後のエネルギー波を放つ時のバーダック、なかなかすっごいなんかよくできてそうなんだけど、表情がちょっともうちょっとわからないかな。造形とかは素晴らしいね、やっぱね。ちょっと顔があんまよくわからないな、これだとな。まあでも出来は良さそうな気はするけれど、こちらね、値段がよくわからないんだよね。980って書いて、ここを見るとね、円って書いてあるけど、これ確か元なんだよな。元っていうか中国貨幣のやつだと思うんだよな。だから9万8000円ってことはないと思うんだよな。まあ、全長はね、4分の1スケールですね。縦が57センチ、大きいね。で LED ウェーブボールプラットフォーム LED、これかっこよさげだな。はい、続いてなんかすんげえかっこよさげなスーパーサイジン4のゴジータ。これすっごいかっこいいな、なんか。あれ、これ道着が違うな。白と黒。でも顔がわからないな。顔で決まるからね。こういうガレージキット。高さ40センチ、幅27、奥行き25、6分の1スケール、発売日が2021年の第1四半景はすごいね。多分リアル版みたいな感じで作ったのかな。めちゃくちゃすげえ。リアルだリアル。うわ。はい、続いてね、少年悟空とあられちゃん。チョイスがすごいね。あられちゃんね。悟空はあんま似てない気がすんな。目の黒い縁取りがないね。これは小さいね。高さ18センチ。はい、続いて、パーフェクトセル。はい、まあらしいポーズですよね。セルのでセルチュニアが1体ついている。重量が20キロ。重いね。限定99体。大きさがわからないな。まあ、多分50センチ以上はありそうな気がするな。あ、3分の1だから、あ、全体の高さが90センチって書いてあるね。でか。はい、続いてブロリー。これは旧ブロリーだね。これは多分独立した上半身で飾れるって感じだね。上半身のみ。こちらは4分の1スケール。でかいな。高さ90センチ。わあ、でか。はいはい、続いてはね、悟空ファミリーとベジータファミリー。はい、全部で5体。あんまり出来がいいとは言えないかな。はい、続いて純粋魔人ブー。これかっこいいな。近々この感じの、一番くじ出ますね。これは高さが40センチ、4分の1サイズ。いいな。これかっこいいわ、この部。はい、続いてが、まあ純粋ブーとスーパーサイジン3悟空の最終決戦ですね。これはあんまりだな。で、こちらは、デフォルメシリーズトランクスだね。メカフリーザーを切ってる時か。センチ、あ、13センチ、14センチぐらいか。ちっちゃいな。で、こちらもデフォルメシリーズのポルンガ。これはよくできてるな。あ、ドラゴンボールもちゃんとある。あ、で、一応発光するギミックがついていると。あ、でかいな、これ。90センチ。デフォルメでも90センチあんだ。うお、このシリーズ、大猿、ポルンガ。めちゃくちゃでけえ。これシェンロンじゃねえか。スーパーシェンロン。とにかくでけえ。ポルンガよりでかいもんな。はいはい。続いてはね、これ結構印象的なシーンですね。はい、ちょうどね、これがまだマジュニアの時のあれだね、シーンだね。最終決勝戦か、これすっげえよくできてんな。似てるわ。これいいね、雰囲気出てる。こちらは6分の1サイズ、高さが24、そんなでもないのか。作品名が「負傷したウコン」って書いてあるけど負傷したウコンって誰やねはい、続いてはこちら。いや、結構これかっこよさげだな。ベジータと悟空。はい、悟空がエフェクト含めて53センチ、ベジータが32センチ。まあね、購入は自己判断でお願いします。まあ、もちろんね、半券あるやつないやつ、いろいろあるとは思いますが、まあね、ほとんどまあ、半券ないところが多いかな。うん、なのでね、購入はほんと自己責任でお願いします。はい。私がね、そうこうやって進めてるってわけじゃないんでね、決して。ただこういうのがあるよっていうね、紹介をさせていただいたということで、はい。では今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。